皆さんどうも、ドイヒーさんです。今日やるゲームはこちら、リトルナイトメア。このゲームって終わったんじゃなかったの？なんと、もう一人のモードがありました。それじゃあ頑張ってやっていきましょう。まずはこっちに進んでいけばいいのかな。あれ、下に見えるのは手長じじい。またあいつと戦わなきゃいけないの？これまた恐ろしいね。先生の頭くらい恐ろしい。先生の頭はそんな恐ろしくないから。怖いけど先に進んでいこう。すごい落ちたな。ベッドももっとふかふかにしといてよ。スライムのベッドみたいなやつ。なんだよ、スライムのベッドって寝心地悪そう。なんか嫌な音が聞こえてくるな。ああ、ナメクジみたいなのいるよ。気持ちが悪い。捕まらないようにぐるぐる回ろう。一生回ろう。そんなことしてないで早く部屋から出なさいよ。仕方がないの。ここから右に行けばいいのかな。なんか下にあるぞ。あれはなんだ？浴びるとハゲになる光だ。石になる光だから。先生、あれ浴びたんじゃないの？あげた理由あれじゃないから。これもまた突破しなくちゃいけないのかな。厄介だな。右に来たけど、先には進めないな。ここから下に降りていくのか。やっぱりあの明かりを突破しなくちゃいけないのか。どこかに隠れれる場所はあるかな。遠くにある柱まで一気に行かなきゃいけないのかな。じゃあ思い切って行くしかないな。急げー。思いっきり光浴びちゃった。ああ、ハゲになる。だからハゲにはならないよ。どうやって進んでいけばいいのかな。ああ、やるかちょっと。おじびじばしょうもないミスやめてよ。次はちゃんと落ちずに下に来れたよ。だけどどうやって進んでいけばいいんだろう。奥に行けば光当たらなそうだな。一応試してみますか。一気に走って行け。本当に大丈夫かな？大丈夫だったよ。全然光が当たってない。このまま丸石にならずに脱出成功。丸石はマイクラだね。なんか落ちてるな。とりあえず拾っていきますか。後々使うものなのかな？とりあえず拾えるものは拾っとこう。結局さっきのは使いませんでした。上に誰かいる。おーい、助けてくれー。思いっきり無視してるの。今のは誰だったんだろうね。多分鱗滝さんだよ。鱗滝さん、こんなとこに捕まってないでしょ。弱い方の鱗滝さんだよ。強い方とか弱い方とかないから。上に上がりたいのに上がれないの。どうしたらいいんだろう。ここに台があったから移動させよう。台の大移動だね。はいはい。先生のダジャレにめちゃくちゃ厳しいな。これで上に上がることできるかな。やったー、いけたぞー。そしてここから脱出してクリアだー。こんなんでまだクリアできないでしょー。出口はないかな。ここに穴がある。躊躇なく入っていくねー。ジェットコースター楽しい。しかも楽しんでる。水の中へと落とされた。色的には水じゃなくてコカ・コーラかな。シュワシュワしてないし違うでしょう。やばいやつも出てこないし、順調に進んでいけてるよ。あそこにライトがあるぞ。これでピエンと戦える。このゲームにはピエン出てこないよ。こっちはバッテリー取る必要ないから助かるな。明るくできるおかげで進みやすくなったな。あー、なんか来てる。またデカなめくじステージにやってきちゃったよ。急いで逃げなきゃ襲われちゃうよ。次から次へと出てきちゃってるよ。気持ち悪すぎだよ。あ、上に上がっていける。行くぞーってミスしちゃった。襲われちゃったよ。あちゃピチバー。あとちょっとだったのにミスしないでよ。まあ、たまにはボタンを間違えることだってあるよね。二度目だからスムーズに進んでいっちゃいましょう。めちゃくちゃ早く進んでるな。次はしっかりと捕まっていきましょう。よいしょ。今度はうまくいったね。上と上がってきたぞ。また水の中？ずーっとびちょびちょだよ。しかもものすごく暗いな。なんか嫌な音がするな。いよいよ敵のお出ましか。なんか後ろに出てきたんじゃないの？暗くてよーくわからんな。だけどやられて、あ、ジュビジュバー。
もっと急がなきゃダメだったのか。もっとしっかりとバタ足して。ただバタバタしても意味ないよ。しっかり水を蹴って。水泳のコーチじゃないんだから。後ろから来てるよ。急げ急げ急げ。なんとか助かった。結局今のは何だったんだろう。コイキングかな。そんなしょぼいのじゃないでしょう。なんか入り口塞がってるな。どうやって進んでいけばいいんだろう。強引に突撃だ。ダメだった。っていうかこいつらナメクジかよ。あー、やられちゃったよ。あちぴちぱー。あのナメクジを一回落とさなきゃいけないのか。ここにある道具でいけるかな。これを思いっきりぶつけてみよう。これで一気に落ちるかな。っていうか気持ち悪すぎだな。追いかけてきそうだからぐるりと回って逃げますか。これでようやく入り口の中に入れるよ。そして上へと上がってきたぞ。ここにレバーがあるぞ。引いてみよう。だけど全然動かない。動かないのでここで一生生活することになりましたとさ。めでたしめでたし。何がめでたいんだよ。動かせるようにするためになんかしなくちゃいけないんじゃないの。それじゃあティッシュでお尻を拭く。それは絶対違うと思う。あそこにもレバーがあるじゃないか。よーし、上に上がって行こう。ここからレバーに行けるかな。頑張れ。よーし、行けたぞ。さっきのところに明かりがついた。これでレバーを動かせるかな。何が起きるんだろう。これで一気に水が上がってきた。上がったおかげで右の入り口に入れるように。水を出たと思いきや、また水。ずっと服びっちょびちょだよ。ああ、また嫌な音がしてきた。コイキングかな。だからコイキングじゃないって。跳ねてないし。得体の知れないものが、どんどんと追いかけてくるよ。急いで逃げろ。とりあえず、こういう感じのところはスピードが大事だからな。前に靴いっぱいのところで経験してるからね。一発で、なんとか逃げ切ることができます。やるじゃないかドイヒー。だってリトルナイトメアのプロだからね。だいぶ今日やられてたけどね。ここからどこに行けばいいんだ。また結局水の中に入るってことか。できるだけ遠くに行ってみよう。そしてまた急げ。めっちゃ近くに現れた。これは間に合わないかも。あー、ギリギリ。危なかったな。そして助走をつけてジャンプ台行くぞ。よし、届いた。なんとかコイキングから逃げることできたかな。というわけで今日はこの辺にしておこう。それじゃあまたお会いいたしましょう。さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。